岡山湯野郷ベルは、岡山県美雅坂市をホームタウンとする日本女子、サッカーリーグに加盟する、サッカークラブ。チーム名のベルはフランス語の、美人、美女などを意味する。岡山県美雅坂ラグビーサッカー場を、活動拠点とし、美雅坂町のスポーツの核を目指して、県と町の官民一体となった、地域支援、振興を狙いとした。 女子サッカーチームによる町おこしプロジェクトにより、湯野郷温泉の従業員や市民が中心となって2001年に結成された。結成当初は中国地域の大会に出場し、県内はもとより中国女子サッカーリーグなどの大会で新興勢力として躍進。その功績が認められ、2003年から日本女子サッカーリーグに加盟した。この年は一時リーグ。 西日本ブロック4位となり、決勝リーグは、海リーグに回る。その海リーグは2位となり、上位4チームで行われた1回戦争あたりの、プレイオフ、2004L1 参入チーム決定戦に、進出するも3位に終わり、2004年は、L2 に所属となった。2004年の L2 は、6チームによる3回戦あたりのリーグ戦を15試合14勝1敗で、優勝。 特に後半戦は10連勝し、L1 児童昇格となる、L2 の初代優勝に輝いた。2006年からは、岡山県作陽高等学校サッカー部に、新設された女子チームを下部組織としている。作陽高校は、ユノゴーベルの選手を職員として雇用し、選手は、作陽レディースのコーチも兼任している。また、両チームでの合同練習も行う。 高校のサッカー部をクラブチームの下部組織にするのは全国初である。2006年は4位に終わったが8月27日に行われたなでしこリーグオールスターで4名が選出された。またなでしこジャパンでは宮山彩と福本美穂が定着した。12月から行われた第28回全日本女子サッカー選手権大会では準決勝で 日テレベレーザを破り決勝進出。田崎ペルーレ FC との対戦となった、決勝戦では0から2で破れ準優勝となった。クラブの運営は、クラブ設立から2009年3月31日までは、三坂市、岡山県サッカー協会、湯野郷温泉旅館組合などが設立した、任意団体、三坂スポーツレジャークラブが行っていたが、 2009年4月1日からは、みまさかスポーツレジャークラブを NPO 法人に移行する形で設立された、岡山ユノ郷ベルクラブに移管された。その後、2014年3月3日からは、岡山ユノ郷ベルクラブを一般社団法人に移行する形で設立された岡山ユノ郷ベルへ移管された。2011年1月31日で、 クラブ創設以来10年にわたって、監督を務めていた、本田緑が退任し、翌2月1日に2代目監督として、本田の読売ベレーザ時代の後輩で、高知県下部組織のベルキッズ FCU-15 監督だった、種田香織が就任した。2014年は10チーム層あたりによる一時、リーグ、レギュラーシリーズを優勝し初のタイトルを獲得したが、 その後行われた上位6強による決勝リーグエキサイティングシリーズでは、浦和レッズレディースに及ばず、年間総合優勝は逃した。2015年は開幕から成績が低迷し、成績不振の責任を取り種た,た香織監督が5月31日付で辞任し、桜井翔吾コーチが翌6月1日付で監督代行に就任し、 10月7日付で正式に監督就任したが、2016年6月1日付で成績不振のため辞任。公認として結城春夫が監督代行に就任したが、2016年7月25日付で解任された。その2016年は4月24日の浦和レディース戦に勝ったのを最後に、シーズン終了まで13連敗を喫して、 再開の10位となり、なでしこリーグ2部降格が決定した。ホームスタジアム順、ホームスタジアム圏外のホームゲーム開催かつては、ファジアーの岡山 FC とダブルヘッダーで、ホームゲームを開催したこともある。大原学園、宝塚の L1 参入決定2021年、一覧を表示する7月28日、チームの主力でもある、宮間あや、 福本美穂に加え、松岡美紀、高橋幸恵の4選手が、7月25日に解任となった、結城春夫監督代行との指導法をめぐっての意見の相違等を理由にシーズン中にもかかわらず、対談を申し出るという報道が出た。この騒動を理由に、黒田和則ゼネラルマネジャーも兼任が、隕石辞任するという事態にも発展した。結局、 ミヤマは8月10日に残留を表明したが、福本、松岡、高橋の3選手に加え、桂ツラマリオが退団することになった。しかし、一度は残留を表明した、ミヤマも11月5日に契約満了により退団し、さらに12月20日には10選手の退団が発表され、残留選手が7人のみという非常事態になった。ありがとうございます。